船の建造は、ジャン・シベリウスが取り組むも未完に終わったオペラ。リヒャルト・ワーグナーのニーベルングの指輪の様式による大オペラとすべく書き始められたが、シベリウスがワーグナーの作曲技法に魅力を感じなくなったことにより完成されずに終わった。シベリウスは19世紀終盤の作曲技法を確立した作曲家世代の一人であった。多分に漏れず彼も、 ワーグナーを崇拝しており、その影響から自らはオペラ作曲家であり、オペラがキャリアの中核になっていくものだと考えていた。タンホイザー、ローエングリン、ワルキューレといったワーグナーの楽劇の送付を体系的に研究し、自らも参加したパルジファルの上演からは大きな影響を受けた。そしてシベリウスは自作のオペラ、船の建造に取り掛かった。題材は、 フィンランドのジョージ氏、カレワラから取られていた。しかしその後間もなく、ワーグナーへの熱狂が急に染めた、彼は、その作曲技法を機械的かつ大げさだと感じ、強く拒絶するようになる。リブレットの扱いが思うようにいかなかったこともあり、船の建造を未完成のまま放棄したシベリウスは、その素材を、連民海年組曲などに転用することになる。現在では、 コンサートピースとして人気のドゥオネラの白鳥は元来オペラの第3幕への助曲となるはずの楽曲だった。ありがとうございます。